はいどうも、日本の年金問題に首を傾しげている皆様、こんばんは、ワイワイと申します。えー、本日はですね、私、また新しいゲームをプレイさせていただこうと思うんですが、皆さんはご利用されたことございますでしょうかですね、ウ、えーバーイーツという。 もうこれはもう今、日本ではね、かなり盛んな、あの私も大変お世話になっておりますま、フードデリバリーサービスなんですけれども、まあ、それとは違うものの、そういった感じの仕組みを利用した、今回ね、ホラーゲームをプレイさせていこうと思っているんですよ。まあ、ホラーというかなんていうかなんですが、今回プレイいたしますゲームはこちら。 まさにそのままフードデリバリーサービスというゲームでございましてねこれ右側の自転車に乗っている人でアーバンイーツと書いてますねこれウーバーじゃないんですけどアーバンイーツと書いてましてこれ自転車でまあこのお店からね食品をお客様に運ぶという運ぶサービスなんですけれどもですねちなみにこれはスチームのねえーゲームなんですけれども意味深なねなんかこう歌い文句というかなこう書いてありましてですねえとにかくこの稼げると噂のねある街にやってきた主人公そこで配達の仕事を すするのですが少しずつ奇妙な事件に巻きき込まれていきます人の正しさとは何かを考えるアドベンチャーゲームであり意味が分かると怖い系のホラーゲームであると言われているんですね果たしてどういうもんなのか何か急に暴力とかそんなんはないんですよこのゲームにはないんですがそこはご安心いただければびっくりとかも特にないんですがどんなゲームなのかプレイしてみましたんでご覧いただければと思いますそれでは早速どうぞ ももしもし達也、最近全然顔見てないけどお前どこにいるんだよああ俺引っ越したんだよののの兵長にマジかそれなら一言くらい言ってくれよな悪い悪いところでお前最近何してんのアーバンイーツで知ってるあれの配達員やってんだよ楽しいんだよなこれがああ知ってる知ってるなんかの兵長が稼げるって噂らしいぜいい街だから一度お前も来てみろよ えそうなのそれじゃあ行ってみるかなついでにお前んちに遊びに行くわオッケー待ってるぜーほうどういうこと遠くから何か聞こえるなんだろう規則的で単調な音の繰り返しアラーム目覚ましのアラームだ起きなきゃあれここどこだあ 昨日から達也の部屋に来てんだったあの後僕は約束通り野兵長の達也の部屋に向かったう達也の家に着いてスマホを見たら達也から鍵を開けて上がるから勝手に入ってくれとメッセージが来ていた部屋に入ると置き手紙があった休養で数日留守にするけど勝手に部屋は使ってくれと書いてあったせっかく来たのでありがたく部屋を使わせてもらいながら達也の帰りを待つことにした達也からのメッセージに返事は送ったけど既読にはならなかった おうん。うん、あ、ここここたつやの部屋だな。これ。うわ、見て、この辺、間取り、ほら。なんやねん、こう。何々 DK やねん、これ。どんだけ速いよ、ほんで、お前。ゴキブリやん、こいつもう。 ゴキブリレベルやねんけどこれもうすごい段があったらちょっともう自分で登るぐらいのでもベッドはシルバニアファミリーみたいなベッド塗寝てるみたい達也シフトキーで走ろうあれこれ中途やるこれシ,シフトええええええっえどこええっええどこどこえどこ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 なんかは、あ走るって出たから走ったらもうえらいことになってんけど黄緑ソフトさん黄緑ソフトさん えちょっと待って、ちょっと一回タイトル戻ろう。ねちょっと、もう一回やろう。戻ってきたけど、これ、これシフトキーで走るっていうの、これ、せ、これ、せなあかんのこれ。君のりすごい速いの、これし。これで、これで、あ、なんかここ、なんか、なんか持てるで。でもシフトせえねんかったシフトせえんあかったかいちゃう、これ。シフ, <laughs> 黄緑ソフト、ハハ君のとさん君のとさん ちょ、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 ちょっともう、もういいわ。もう、もうは、はははる。もういいわ。これは ?SNS で今日の配達リクエストの具合見てみよう。あ今日も渋いな。今日やっぱり全然配達リクエストならない。冬になったらリクエスト増えるはず。今は耐える。呼ばれなくなったから休憩ってさっきも休憩したばっかだけど。今日も渋そうだな。柿みたいに言うなお前は。とにかく、まあ、こういう、達也一人暮らしの部屋に、あ、これは 自転車用のヘルメット自転車に乗るときはヘルメットを装着しないといけないふんこっち外出られたりせえへんのもう少ししたら配達に行こうかな、えー、またなあかんのなんかなんかみんなあこれはなんかテレビどんだけやる気ないアナウンサーやねお前配達サービスアーバンイーツの配達員が暴行を行ったとして逮捕されました逮捕されたのは35歳の男性で駅のホームで別の男性と口論になりカッとなってやったと話し容疑を認めているとのことです しかし、ほんまにお前ふさわしい服着てないよな。このニュース、アバインツの配達員って部分関係ないよな。会社員が逮捕されても会社名までは言わないのにな。ああ、まあ確かにな。よし、そろそろ配達に行こう。ああ、いよいよ。自転車で走りながら配達リクエストが鳴るのを待、まあ、とう。ほう。自転車で走りながらってうわ、すごい。かなりなんか、ミニマムな、ミニマムな国や。 何だん地蔵同窓心か帰れんだ頭の中で誰か喋ってる帰れ帰れんだなんだ君が悪い早く行こうなんて失礼だ地蔵やねんお前これ取れもうこれほんな取ってまえよほんなもん自転車が中で言うてへんかったこれこんなだいぶノーマルな自転車で俺の知ってるウーバーイズな感じじゃないんだけどこれでもヘルメットかぶらなかったやな おーおーおおああすごい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 ええー、こ,これでほの配達あなんかなってるなんかなってるデリバリー呼び出しようやってあっ左のマップのとこに行けばいいってこと居酒屋小春はあ何こ,、はい、ここか小春さんここか小春じゃあここ降りたいねんなここにえここに行けばいいってことこれアーバンイーツでーすはいこちら商品ですよろしくお願いしますお預かりしますありがとうございます ああこれで配達するってことこれ次小林って書いてるけどな小林さんにしようかこれ走った方が早いんちゃうのこれここチャリンコものすごい速さで走り回るからこれまあまあチャリンコで行った方がいいんかもしれないチャリンコで行くけど小林はああ小林こっちやほらグーなんぼ近いね遠い親戚ちゃうんっていうぐらい近いやん お待たせしました、アーバンイーツです。どうも、ご利用ありがとうございました。うんこ。これで590円もらえんのこれで590円もらえねんって、え、これ1日20万もあれじゃないんじゃない夢じゃないんじゃないじゃあ、1日20万ぐらいもらえるんじゃないはいはい。次は、うなぎの八兵やうなぎの8部屋、8部なほに行こう。誰も言いいんや、ほんで。人が、おキモくだ。 もうそんな季節になったのか金木犀の香りはいい匂いだなこの町はやけに金木犀の香りが強い気もするけどうんもう尾形は対象としてるあこれ自動販売機ちゃうほらうわっこの自動販売機すっごいいろいろ売ってるやんこれお酒ちゃうこれお酒置いてんのこれモンダモンダ <laughs> ワンダーじゃないのモンダはがちょっとおかしいんちゃうかなどうしゃめたよ兵衛ベさん ほうだ、うなぎのはじめんやろ、ここ。はじめさん。アーマンイーツでーす。はーい、こちら商品です。よろしくお願いします。はい、あお預かりします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うーん。なに、これなに、普通にアルバイトしてんのもう,もう走っていくわ。この速さ見てみ、ほら。圧倒的な速さやろ。チャリより。わ一わ一生走っていく。一生走ってみて。<laughs> 君のりソフトさんい一生走っていけるんですけど君の,りだ君のりソフトさんこ地図見て <laughs> 俺の俺の地図見て <laughs> 俺のこの道の生き方やばないぞさすがに獣王無人とはまさにこんなことやろすごい躍動感のある生き方してる渡辺のとこにここの家すごいねっていうかなんかジンジャップあこれここ渡辺さん オルダさ,びさーんお待たせしましたアーバンイーツですちょっと遅いじゃないまぁ、あ、いいけどさあすいませんお料はありがとうございました何なに時間かかってないと思うんだけどなうんまぁ、あ、かかったけどあもう夕方やえ全然稼げまへんやほんなこれこの商売ここがあここ美味しそうほら味自慢ちゃんこれ味自慢食事どころ緑やこれアーバンイーツでーすはいこちら商品ですよろしくお願いしますはいお預かりしますありがとうございます

この町には友人が住んでまして遊びに来たんですけど、ちょっと事情があって配達の仕事もここでさせてもらってます。あら、そうなんね。ああよそから人に厳しい人もいるから気をつけなさいね。ああ、はい、ありがとうございました。いいやん、佐藤さん。佐藤さん優しい人やんだな。え、なんかもうあっちゅう前に夜になってんねんけど、全然仕事がもうからん、んあ、まだ入ったこれ。食事どころ緑。緑さん栄えてはるわ、これ。栄えてますね。 もう夜だけどな。ああ、見るだ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 見しだ見る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 だいるだ見はだ見る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 し見るだ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 見る だつやまだ帰ってこへんの何今日もまたほんとあれ行かなあかんの今日もまたあれ行かなあかんちゃうこれ何ニュースかなんか見てみるまだこいつやん。なんでその色やねん服を、えー。最近巷でにぎわいを見せている料理の宅配サービスの印象について、野兵町に住む方にインタビューを行いましたと。はいはい。住民は自転車で歩道をすごいスピードで走っている人がたまにいるのが危ない。日本の交通法では自転車は車道を走るのがルールである。ルールは守ってほしいと話していますと。 そうそうたまに歩道を走ってる人いるんだよなシャドウを逆走する人もいるしそやな地球を爆走してるお前が言うのもあれやけどなたここ有名なんやな多分なこの野辺町か野平町かっていうのがこのアーバンイーツの客が入るっつって有名で多分こうあれなんちゃうハイダズイには話題の場所なんちゃうかなと思うんだけどなまぁどう今日も行くあおでん卵屋やってもう矛盾してるやん名前であ 配達員やんえ違うもんこれ。はじめまして。お前、脇長っあ、お疲れ様です。内見どうですかなります。地元はここからちょっと離れたとこなんですけど、秋になってから全然ならなくて、それでこの農兵長に、厳選に来たんすよ。って言って言ったらなったそれじゃあ僕行きますよ、ね、お先です。うん。まあ,あ、お疲れ。やっぱりだからここ人気ってことよな、この,の,の、野平町。あ,あ、もうです。はい。こちら、商品です。よろしくお願いします。お預かりします。ありがとうございます。 とにかく普通に運ぶ部分には何も変わらないんで仕事をしたいと思いますけど渡辺さんまだお願いし,しましたアーバンイーツですよ渡辺さんはいアーバンイーツでーすうん同窓心って町に入ってくる悪霊を防ぐ神様らしいんだけどねこの町の同窓心ってなんか不思議な力を感じないそういえば同窓心の前で「帰れ」って聞こえたよなきっとすごい力を持った神様なんだと思うのよなんか安心よね あらやだ、なかなかと話しちゃってごめんなさいねそれじゃあありがとうねーはいご利用ありがとうございました仕事中なんであんま喋りかけないでもらっていいですかすいませんありがとうございますほっしゃ次はなんか高橋に持ってかなあかんねんけど高橋はここらへんのなかで家に住んでるらしいんよこれ高橋高橋出てこい高橋んあなんか人いるどうせらゃあったんですかえ今にもプリンターが落ちそうだ危険もそ,そらそらやるやろ プリンターちゃんほプランターへ <laughs> 大丈夫ですかはいびっくりしましたお互い助かりましたありがとうございました怪我はなさそうですねよかったです侍ジャパンそれじゃえー、そんなんあんねやとお前ちゃんと俺歩かなあかんかったんちゃう道もう道なき道走るのが普通になってきてるからささ今日の仕事もこれでさ後。か別々にねそんなに変わったこと 何も起こらへんかったけどね、あのプリンターのやつ以外は。な、これな、なんて書いてんの、これ。これ、なんや、一体これ<笑><笑>で。で、どこ、右から読んだへんか、左から読んだへんかもわからへんわ。なんや、これ。あんなに漢字やって、一個もわからん。普通にアルバイトしてるだけみたいになってるけどなぁ。どうなんやろ。お待たせしました。アーバンイーツです。 なんかいい匂いするな金木犀の香りあどうもどうもたくさん頼んでやって重かったでしょうごめんねあいえいえ全然大丈夫ですご利用ありがとうございましたありがとうねまたよろしく感じのいいお客さんだなそやねん今日はこれくらいにして帰ろう今日もほらなニュースチョークしてみるニュースチョークしてみようおお今日もしっかりノーメイクやん今年も野平町のシンボルである金木犀が咲きました街を歩いていても金木犀の香りがしてきます 金木星の花言葉には謙虚や初恋真実などがありますがその強い香りから魔除けの花として使われることもあるへぇ魔除けやんやったらよりそうじゃあまあなんか何,何もじゃあ今変わったことない普通に俺アーバンリサーチしてるえ、つやウーバーイーツしてるみたいになってるけどえ何これ何も変わらん俺またやったらいいの普通にあおはようお前今日も来てるやんどう今日は調子お疲れさまですまた会いましたね あ,あ、昨日の。僕、榊敏夫って言います。よろしくです。うん、よろしく、ロングは木の下。えー、野平町は、何がいいって聞いてきたものの、思ったほどではないですよね。ならないときは、ここで休憩しつつ、なり待ちしてんすよ。この辺、金木製の香りがやけに強いですよね。そうそう、金木製の花言葉には、隔離よっていうのがあって。お、なった。それじゃあ、また。なんや、忙しいな。隔離り 俺も金木星めちゃめちゃ好きなんやけどななんか実家にも金木星植えてるぐらい俺は好きなんでえでも前置けなんやろまぁ、あ、もう少々中村中村やっほーや中村朝早くから助かります俺はありがとうありがとう中村中村ありがとう今んとこ何にも起こってないけどはっきりただこれ、このゲームはこれで終わりなわけないもんね心理的ホラーみたいなのがあるみたいやからその謎が最後の最後でグッとこうね

あ、車に行かれそうやん、なんか、そうい、いや、そうそう知らせるぞ、当たり前やん。危ないうぅうぅあ,あ,あ大丈夫ですかええ、あなたが声をかけてくれなければ、惹かれるところでしたよ。ありがとうございます。無事でよかったですね。それじゃあ僕はこれで。はなんなんこれ。これ何ただのいい人みたいになってるけど、俺今。 それでええの普通に仕事してるだけやねんけどお兄さんお兄さんんどうしたこの町の噂っていうかとしああ何都市伝説都市伝説ですか金木製の香りが強まるときはこの町が悪いものを排除しようとしているって話なのよ最近金木製の香りが強い気がしないもしかして悪いものがこの町に入ってきてるのかなーっていやそんな技かまあただの噂話なんだけどさそれじゃあありがとうねはい俺はありがとうございました 悪いものが入ってきてきいるっていうことえ、それは何その地球という惑星の一番の害悪は人間であるということはさておきってことでいいそういうのはさておき外悪がまたまだいるっていうとかいう話の話をしてる全然謎が解かれへんねん。謎がないねんまず。まずよ。<laughs> 謎がないから謎も解けへん。普通に仕事してるだけや。 そんでええのんかっていう感じ今俺はもう今日も終わるんちゃうほんでお待たせしましたアーバーイーツでーす昨日のお兄さんだよね今日もありがとうねうちさ毎晩アーバーイーツ頼んでるからまたよろしくねそうなんですねいつもごれはありがとうございますくらいから気をつけてねそれじゃはいありがとうございますやっぱり感じのいい人だなもう、まあ、そういういい人もいるんやろうけど今日はこれくらいにして帰ろう、うん なんだか疲れがひどいまあいつものベッドじゃないししっかり眠れてないのかもしんないなもはや帰ってこいよ達也も今日は今日もまたほなニュース見てみるあおはようサライブ次のニュースです前のおえ先に本日早朝シグレ町で通り魔による殺人未遂事件が発生しました被害者の男性は病院に救急搬送され命に別状はないが重傷とのことですほう 犯人と思われる男はそのまま野平町方面へ逃走しており依然として逃走中とのことですまた速報が入り次第お伝えしますえおいおい野平町ってここじゃないか早く捕まえてほしいなほぉいよいよ主役がやってくるって感じほんなここでよしじゃあ今日も仕事するかまぁ、あ、今日はでも仕事の傍ら本業である殺人案犯探しも私はしたいと思っているんでね人をちょっとよく見ていかんとあ今日もいるやおはよう 今日どう今日、今日調子どうなお疲れさまです。ああ、榊さん、お疲れさまです。そういえば、こないだ、金木犀の花、ああ、そうやったね。確かそうやった。金木犀の花言葉の一つに、隔離用っていうのがあったと。隔離用っていうのは仕事の世界のことらしくて、なんかそれ考えたら、ちょっと気味悪くなっちゃって、今日でこの街、遠征するのを最後にしようと思って。あ、なった。それじゃまたどっかで。え最後なんや。あ、普通に仕事するあ なんかすげえ珍しいところに配達俺あれされてるめっちゃ煩悩あるやん自分普通そのなんかあれ頼んだらあかんちゃうのえなんかこのところこれ普通にウーバーイーツ頼んでいいのこれこれテラやろなんかそれ専用の料理あるんじゃないの精進料理みたいな言うやんピンポンあるほんでそこアバイツでーすどうもご利用ありがとうございましたご、こえこれ,これ、これなんかここに住んでんのこれここに 何が住めるこれ観音そばうどんたつみそばうどんたつみお貴様どうしうありましたもう何や <laughs> 前から走ってくる男をよく見るとイフを持っているようだ危険も知らせるそれももちろん危ないううお <laughs> <laughs> あれ何や大丈夫ですか ええあの人何なんですかね通り魔とにかく助かりました。ありがとうございました。あなたも気をつけてください。無事でよかったです。それじゃあ僕はこれで。あんな通り魔見たことある本物の通り魔見たの初めてやわ、俺。ただ人助けしてるだけなんやけどな、俺。あこれ、松剣三歩さんめっちゃ踊りやすいわ、これ。移動い一歩がこれぐらい動くんよ、これ。 これ一歩この一歩でやったら。マツケンサンバーザガラッタッタッタッサーせよアミゴ踊らせニョリータ。ほら、な何度か踊り明かそうサンバービーバーサンバー。<laughs> これ世界で一番上手い自信やねんけど。マジでマツケンサンバーこれ。 FPS ゲームでマスケンサンバーさせたらまたはお前かほんでお前はお前まずその飯に金かけんと家に金かけよお前はねしてるこの町のシンボルがなぜ金木星なのかをもうずっと昔の野平町がまだきき鬼,鬼なし村って呼ばれた頃からの言い伝えがあってねある日村の外から鬼がやってきて村の金木星の香りを気に入って村に居ついてしまった 鬼は村を独り占めしたくなって人間から村を奪ってしまおうと村人を殺し始めたその時寺のお坊さんが金木犀を使って隔離用への門を開き鬼を封印したと言われているそれ以来この村ではよそ者が来ても5日以上村に滞在した場合隔離用に隔離するというしきたりができたんだって話なのよそれで今でもこの町では金木犀を大切にする習慣があるの 金木性があれば悪いよそ者を隔離できるからね。えただの昔話を気にしないでね。それじゃあ,ありがとう。あ、はい、お利用ありがとうございました。んどういうことえ、そやな、俺のことを言ってんのウーバーイースで来た俺がだからよそ者みたいなことで、5日間なんとか仕事めちゃめちゃやっていさせてみたいなことを言ってんのなんでもえいけど、この、流しのこれ何 ここのこのバネ何やねんこれ,これバネちゃうんかほんで結局曲がらへんのかいこれここ <laughs> おもお。思わん。これこんなに今なんか何かが巻きつきこんなにやのに。曲がらへんのかいほんでそこ。どんなつりやねん,んお前。ほんまに女子ナする気あるんか本日早朝野平町の商店街にて爆破事件が発生しました。爆破事件容疑者は駆けつけた警官により取り押さえられ、 現行犯逮捕されました。この爆破事件により8名が死亡、12名以上が重軽傷を負いました。逮捕されたのは自称自営業の島高人島高人かな容疑者。え、これ俺が助けた奴らちゃうえ島、ま、あ、右、あ、これ右の奴や,や。通りまでの奴や。堀の、堀の正男が真ん中やろこれ惹かれかけてた人やろ竹雄佐奈容疑者。これあれやろプランターかなんかこっちてきてた人ちゃうの これが犯人やったってこと警察の調べに対し容疑者は店舗の金品を狙った犯行だったと述べ容疑を認めているとのことです警察の捜査によると爆破に使用する火薬の量を誤り想定以上の大きな爆発になった可能性があるとのことでしたそんなの嘘だろ僕が助けたひそうやんなまさかあの時声をかけて助けなければこの爆破事件は起こらなかったってことなのかどうな終焉 危険を知らせるべきではなかったは黄緑ハハウトさん黄緑ドリウトさん黄緑ドリウトさんごめんなさいゲームとして成り立ってませんわなんか黄緑ドリウトさん嘘ほんまに言うてるホンマ俺こっからまだ最初から嘘。冗談きついな黄緑ドリウトさんどうしたんほんま黄緑みたいなゲームを作ってるやんなんか知らんけど 黄緑って感じのうゲーム作ってるわ黄緑ソードさ、うん、うんううん、<laughs> こいつの待ち方ほんだいぶ大胆やなこれ見てだいぶガンとして動かんみたいなレッドやったなヨーヨーを見てみると見て絶対俺動かへんみたいな俺赤やから絶対動かへんみたいに見えへんなんかおっやったやおったこの侍ジャパンやこれ ほら,ほらプランター落ちてるんやろこい、いいえ。僕はそのあとすぐに救急車を呼んだ。女性は救急車で運ばれていったが、搬送先の病院で亡くなったことは後に知った。思い返わすと、プランターが狙ったように女性の頭に落ちてきたような考えすぎだろうか。救急車を呼んだ後と、ウにいた人に女性のことを任せて僕は仕事に戻った。すごいよな、その。 悪まだ悪いことをしてへんやつを罰していこうぜみたいなそういう封調になってんねんなもうほんならああ怖っうわ怖っみんな怖っあ出たほら光かけてるやつやほらこれ光かけてるやつ来たほらチョコ転にお前あこれ一礼で知らせへんでもほらはい <laughs> <laughs> すごい僕はその後すぐに救急車を呼んだ男性は救急車で運ばれていったが 手の搬送先の病院で亡くなったことは後に知った昨日に続いて今日もこんな事故が起こるなんて思い返してみればあの車は男性を狙っていたようにも思えた救急車を呼んだ後付近にいた人に男性のことを任せて僕は仕事に戻ったちょだ、付近にいた人に男性のことは任せてっていうのはどういうことだよ救急車で運ばれたんやろ救急車で運ばれて付近にいた男性のことは付近にいた人に任せてってこと 看護師ののこと言てん俺は看護師のこと付近の人って言うてるの <laughs> 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 だいぶ大胆な言い回しするなこいつあ、ほんでみんな来たでこれこれ多分通り魔殺人やでほら走ってきた走ってきた走ってきた <laughs> <laughs> よっしゃやったやなっときた例のあのニュースのところやでさあどうなってるか ニュース番組ね昨夜平野町にて通り魔事件が発生し通行人の男性が刃物で刺されました病院に搬送されましたがその後まもなく死亡が確認され容疑者はその後逃走しましたが駆けつけた警官隊によって取り押さえられた警察は先日発生したしぐれ町の通り魔事件とのやっぱその後犯人やったってことねはいはいはいあそれで終わりやへえそれで終わりなんやあ達也からメッセージが届いた今 から達也が帰ってくるそうだ午前中には帰ってくるらしいからこのまま待っていいよあ仕事行かんとってことあ怖んこわっおお久しぶり待たせちゃってすまないなおかえりって隣にいる方達はああ町さん達だよ町長さん達それより聞いてお前そ止さ去るんだってなえ何が おおい,おいとぼけないでいいってこの町のしきたりに協力してくれたんだろよそ者を排除するっていうしきたりにさいい町だからお前もここに住めよせっかくチョさんたちに来てもらったんだぜチョさんたちって何なん,なんトゥーチョいるってことほんならこれ今右のやつと言っとか思いっきりふざけた格好してるけどなえ待ってうわ お前、最近全然顔見せないじゃんどこにいんだよあ俺引っ越したんだよ野平町にマジかよ急だなせめてなんか連絡してくれよ悪い悪いところでお前最近何してんのアーバンインってしてるよなあれの配達員だよ確かお前もお前ややっとるって言ってたよなああ知ってる知ってるなんか野平町が稼げるって噂らしいぜいい街だから一度お前も来てみろよ噂ってねらしいぜってお前そこで配達してんじゃねえのかよバカ野郎まあいいや最近なり悪くて暇だし行ってみろついでにお前んちも遊びに行くから オッケー待ってるぜい気になるソソさん金になるソソさんさあということでいかがだったでしょうかねもうすべての謎がフュっと最後にもう本当に紐解かれるってまさにこのことなんだなってね謎が謎を呼んでたもうこの怪奇現象のオンパレードについに私は終止符を打ついや 答えを運ぶことができたのかなっていうねーそういう終わり方でしたけれどこうきみどりソフトさんねすごい対策作り上げましたよフードデリバリーサービスねいかがだったでしょうかねまあ,あの私が知る限りこのきみどりソフトさんのゲームっていうのは非常にこう、キャッチーな単調なっていうゲームが多かったんですけれども今回に関しては結構人を使ったねなんかあの卵とか鶏とかそういうの使うの多かったんですけど、まあ、こういうの今回はこの普通のなんか、ね、人を使ってのストーリーテラーなゲームということでしたんで。でしかもまあ一応ホラーというジャンルの、ねゲームで 非常にちょっと新鮮だったなっていう感じはしますけれどもね是非これね続き見てみたい続きってこのゲームの続きっていうわけじゃないですよ絶対にただあのこういう感じのゲームっていうかなスパッとこうやって終われるようなねゲームっていうのは是非作っていただきたいなというふうに思いましたねと言いますことで、えー、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございましたよろしければまた違った動画や生放送でお会いいたしましょうそれでは皆様本日も一日お疲れ様でした